これからですね、リマからクスコですね、ペルーのリマから、ペルーのクスコというところ、マチュピチュの近くにある、まあ、都市なんですけど、そこまでバスで、22時間ぐらいですかね、かけて向かいたいと思います。でバスはかなり VIP なバスとして有名なバスをちょっと今回利用しようかなと思っていますので、ちょっと、まあ、バスのレビューをしていきたいと思います。で今バス停まで Uber で、はい、移動中です。でペルーの場合は、まあ、普通 あのそこら辺に街に走ってる流しのタクシーよりも値段が安いので Uber 利用した方が全然いいです。まあやっぱりね、長島タクシーだと結構あの危なかったりしますので、まあ、その分、まあ、安全面、それから料金的にも、まあ、Uber の方が、まあ、安くて確実ということで、安全で確実ということで、まあ、Uber を、まあ、ここでは結構頻繁に利用しています。はい。で、Uber、こんな感じですね。すごいですよね。この網が張られているという。日本の、まあ、プロテクターみたいな、まあ、張られていると思うんですけど、あれも、あれに比べても全然こっちの方が、なんかまあ治安の悪さというか、まあ、そういったまあリアルな生活というか生々しい部分というんですかね、まあ、そういうのがこうあらわになっている感じです。はい、ではまたバスターミナルについて、バスターミナルとか、まあ、バスの様子ですねお送りしていきます。バスターミナルにやってきました。人がめちゃくちゃ多くてちょっと座る場所もないんでちょっとうろうろしたいと思うんですけども、いろいろですね、まあ、ATM があったりとか、まあ、ちょっとした売店とかもあるので、まあ、なんか飲み物とかお菓子とかはですね、まあ、事前に買ってこなくてもここ来れば、はい、あんな感じで買うことができます。で、あそこのここ目の前に見えてるのが荷物の預け入れ場所なんですけども、あのバスが出発するまでですね、ここで、チケットを見せれば持ってる荷物を預かってもらうことができます。もちろん無料です。今回、まあ、わざわざなぜ、こんなね22時間もこんな長い長距離バスを利用しているのかと言いますと、まあ、そもそもなんですけど、リマ・クスコ間ってあの国内線の飛行機で移動した方がもちろん時間的にも早いですし、お金も料金もですね飛行機の方が、今回安かったんですよ、検索してみたところ。まあ、ただドローンを持ってですね今世界一周しています、今いるんですけども、このペルーがですね、そもそもあのドローンを飛行機に持ち込むことができないというふうになっていてですね、リマからクスコに移動するときに、クスコにドローンを持っていけないと、あのリマにの空港に、一時預け入れという形になったりとかですね、まあ、あと申請が必要になったりして結構面倒くさかったんで、まあ、飛行機ではなくて今回バスで移動することにしました。ちなみに妻は今回バスではなくて飛行機で飛ぶ感じになりますので、お互いあのクスコの現地で集合しようという話をしてですね、はい、今一人で行動中という感じです。まあドローンですね、本当、まあ結構各国で厳しくなってきてるんですけども、はい、まあ、それをひしひしと感じているような状況です。ではこのバスですね、2階建ての大きいバスなんですけど入ります。めっちゃ急やん。2階です。うわめっちゃすげえ、超豪華。この一番前なんですけどシートが革でいろいろと豪華ですね。お、モニターとかもあったりします。バスが走り始めたんですけども、ちょっとなんか古いあのビジネスクラスの飛行機みたいな、ちょっと古い飛行機のビジネスクラスみたいな乗り心地ですね。で一応こんな感じでモニターがつき始めていると、本当足ですね、普通にこうやって伸ばしても全然フロントガラスに足全然当たらないです。めっちゃ広いです。あとはUSB のコンセントの差し込み口があったので、まあ、スマホとか、まあ、その他もろもろ充電することが可能です。めっちゃ快適、眺めよし、最高です。はい、ということで夕飯が来ました。肉料理ですね、まあ、
ちょっと食べてみたいと思います。ということでですね、23時間かけて、ここクスコにやってきました。まあ、無事に、まあ、今のところですね、特に何もなんか高山病の症状とかですね、まあ、なんか気持ち悪くなったりとか頭が痛くなったりとかっていうのは今のところはありません。まあ、一応事前に高山病の薬とかバスの車内でなるべく 夜ってかなり標高が上がっていくような道のりだったんで、夜はなるべく起きているとかですね、深く深呼吸というか、まあ、呼吸を意識したりしたのもあってか、無事に、大丈夫でした。まあ、ということで、まあ、クスコ観光についてもですね、いろいろと、動画撮っていきたいと思います。それでは、また。